でも僕あったかい蕎麦好きなんですよ。あったかい美味しいですよ。あったかいの美味しいですよね。あったかいのうまいですね。お邪魔します。失礼いたします。すいません、ありがとうございます。すいません、何かお飲み物を。あ、じゃあ、すいません。じゃあ、いっぱい、でもわ、いっぱい後半が味噌汁です、はいはい、あとビール、あ、はい、瓶ビール、瓶ビールを、はい、お疲れ様でした。お願いいたします。すみません。あ、失礼します。すみません。本日僕したタイ綿ですね。 ありがとうございます。すみません。タイのタイ綿ですね。はい。これ多分初めてかもしれないです。タイの。あ、そうですね。あまりないですね。そうですよね。あの塩辛みたいに、はい、まあ、塩辛なんですけど、はい、あの他の普通の塩辛でも臭くないと思うんですよ。はい、もう お酒に合いますね。合いますね。本当は全然臭くないですね。そうですね。今日はたまに、ま、大体違うんです。お通しはそうですね、大体あのコンスタンスに変えますね。ああ、そうですね。うん、今はあのちょうど緊急事態宣言で、うん、お酒のこう果てがあんまり作ってないんですけど、はい、これ開けるともう、あ、そうです、徐々にこうその日のやつ。なんか一品しかない。ちょっと一回メニューで。あ、はい、どうぞどうぞ。いいですか。まあ、普通に、うん、これなんか北斎がなんか北斎せいろっていうのがあるんですか。それうちの売りですね。あ、そうなんだ。あ、いろんななんかいろいろ鶏鴨肉シシトウナスネギ。そうです。これあの味付けがあの、はい、鴨せいろみたいな感じなんですよ。はあ、鴨せいろは結構あの胸肉を使うんですけど、はい、内元濃厚なところを使ってて、はい、あのこう油が濃いように作ってるんですね。あのこうつけよくつけ麺でそこ背脂が入ってるような感じ で、はい、でそういうちょっと濃厚な油の膜が作れるような感じの仕上げになってます。でもあの鴨の油はあの普通の油と違って体にいいんですよね。なんか一品しか頼めないですよ。あ、そう、お通しと一品だけなんで、ちょっとすいません、選ばせてもらって。珍しいですね。黄金そばとか鴨の網焼きとかもあるんですね。あ、ない。鴨は網焼き、そうですね。鴨焼きは美味しいですね。あ、そうですか。まあ、蕎麦屋さんっぽいですね、かもね。普通のあまり。そうそうです、ね、うん。じゃあ、すみません。決まりました。はい。カモの卵とじ煮。カモの卵とじ煮を。はい、見つけました。はい、もちろん。よろしくお願いします。そうだな。これだったら日本酒。
して最後そばっていうのがあります。ちょっと卵いきたいなと思ったんですよね。網焼き、いやでその鴨の網焼きもあるけど、せっかくだったら焼いてるよりもちょっと閉じたやつ。本当はね、板わさとか小田原さんで、ね、本当だったら蕎麦焼きとかの方がいいんですよね。思いますか。こちら、カムトジンですね。お鍋熱いんで気をつけてください。はい、あら、うわ、お好みであの卵、適当な頃合いで。あ、わかりました。ありがとうございます。すみません、いただきます。これ、ナスが入ってるの珍しくない？そんなことないですか？結構ね、カムとナスが合うんですよね。あのちょうど油が相性なんで。いやもう大丈夫ですか。もうな結構ねちょっと当たりが強めなんですよ。あの鶏でやるよりもちょっと鴨はあの野生乳味があるんでちょっと香りが強いんで味付けも負けないぐらいちょっと濃いめに。親子丼の頭そんなこと言ったらでも梨が入ってるの難しいな。もし召し上がるんだったら、はい、単純に二食制度、その変わりそばと、はい、その普通のそばのやつもいいと思いますね。なるほど。あのやっぱりちょっと味がどうしてもベースが一緒なんで、はいはい、と違う風な方がダイレクトに分かるし、うん、かなと思う。ありがとうございます。ちょっと考えます。あ、どうぞ。いいですか。もちろんもちろん。でも僕、あったかいそば好きなんですよ。あったかい美味しいですよ。あったかいの美味しいですよね。あったかいのうまいですね。もうこれからはあったかいのもいいですね。でも、そばをせっかく今日、なんか看板にも。いや、でも、よく皆さん、あのそばは冷たいそばが通だって言うんですけど、はい、僕はそんなことなくて、はい、かけなんかは、はもうダイレクトにそば分かりますよね。あ、じゃあ、すみません、小さいかけて。小さくいきます。はい、すみません、はい、ごめんなさい。いかしました。これはここでやられてる。あ、そうそうそう、引いてますね。まあ、あれって今増します。あ、いいですか。まあ、もちろん。ちょうどこれ新そばなんですよ、今年。今年の新そば、北海道新そばなんですけど。こういう感じのやつをちょっとずつここで石臼でこう回すんですけど。これがずっと回してて1時間でだいたいできるのが10人前です。あ、1時間で10人前ですね。だから彼はすごく働き者で夜中中回す。あ、なるほど。で、早く回しちゃうと粗いんですよ。あのゆっくりこう粒が入ってってこう、まあ、うちのそばはこうちょっとつながりよくしたいんで、はい、わざと。あら、ちょうどいい。すいません。ありがとうございます。うわ、あら、すいません。で、あったかい方はね、香りが立ちますね。あ、そうですか。そばの香りが。そばからいただきます。これはね、ゆずなんです。今、夏場はゆずが青いんですね、青いので。ゆずも
そうなんですよ。でもどっちがいいかって、まあどっちとも結構良くて、はい、かけそばのおつゆなんですけど、はい、普通あのサバ節で結構取るとかあるんですよ、まあ、サバ節で取ってやるんですけど、うちはもうあの本節のかつお節だけなんで、そんな臭くないと思います。あのサバ節ちょっとハーブするか、出汁がねすごく出るんですけど、かつおだけだからネギ入れなくてもそんな雑味がないんですね。あるんですか、そばにこだわり。こだわりはやっぱりそうですね、やっぱり自分のこう思ってるそばっていうのを、はい、結構作ろうとは思うんですけど、なかなか難しくて、こうう役者さんもそうですけど、同じセリフ言ってんでもどこが違うのかなって言うんだけど、やっぱりこの役者さん自体 で、まあ、いや納得いかないなって、なん、うん、一般の人から見たらあいいじゃないかと思うんだけど、でもあそうですね、自分の自分の中の描いたあれとなってやるだって、でもそんな感じですね。でも役者やってたわけじゃないですよね。一緒でやってたわけじゃないですよね。一緒でもやっぱり荒川さんなんかもやってるけど、やっぱりこうそういう世界でやって、僕なんかもそういうのにちょっとでも近づきたいなと思ってやってて、でも面白いですよね。あのいい時はお客さん食べてるところが、まあずっとお客さんが召し上がってるところはあのお客さんにバレないように手元を見てて、あの美味しく食べてもらえてるかなって、はい、もう揚げた時に今日の出来っていうのが分かって、もう終わった時に、ああなるほど、今日終わったかなと、だからそうですね、面白いですよね、うん、これはやっぱりなんていうんですか、深いし、ありがとうございました。ありがとうございました。お越しくださいました。またお待ちしております。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。もうなんか久しぶりに酒飲んで汁物食べたからもう軽く眠たくなってきてますね。昨日聞いたことがすみません、なんか久しぶり、なんかほらやっぱり冷たいそばだみたいな人がいるけど、なんかあったかいそば、僕あったかいそばの方が好きなんで、なんか言われて、そうなんですよ、あったかいそばも美味しいですよって言われて、あそうだよなって思いながら、美味しかったです、すみません、ごちそうさまでした。よろしければチャンネル登録お願いします。